で、今これはちゃんと、音が取れていますね。右側の方に赤い、青い、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、これはこっち側の方に置いとくか。右側の方に赤いラバーって、これ自動で終了するようになってるか。自動で終了するようになってます。100MB になったら自動で終了するようになってるので、で、この続きをやってみたいと思うんですけども。この音声を入れてからしばらく時間が経ってしまったんですが、じゃあどうするかですね。まあ、また同じところかもしれませんが、で、今これしていろいろな音声レビューというのは、400、これで445くらいだったと思うんですけども、過去には600くらいやったような気がするんですけども、それが見つからないので、今こうやって音声をまた入れているんですけども、じゃあまたこれから続けてみたいと思います。で、まあ、これは前も言ったかもしれませんが、全部読んで、ところどころ思いついたことを言うというのではなくて、もう最初読んでいるときに思いついたことを言って、で、最後にまたそれを全部一から読み始めるというようにしてみたいと思います。今関係ないんですけども、今こうやって音声を入れてるのは、サンワサプライ株式会社の MMHSUSB7W という USB ヘッドセットホワイトというのを使っているんですけども、非常にこれが使いづらいというか、本当は定価だとこれ4000円ぐらいするヘッドセットなんですけども、今こうやって喋っているんですけど、もうはっきりしないというか、音が小さいという感じがしてならないのです。前使ってたのは2000円ぐらいの、1800円ぐらいのヘッドセットだったんですけど、その方がまあいいのかなと思って、これ耳をすっぽりかぶって喋るような感じがするので、なんて言うんでしょう、その方が良かったなと思いました。その、つけていて耳が痛くなるのです。重いというか、バンドセット、セットセットか。どうもこれしっくりしくないな。買ったばかりで今日使っていくからかもしれませんが、まあ、とにかく音声を入れてみたいと思います。で、私、記事とこエディターを使ってみると結構使いやすかったりするんですけども、これは全く覚えてないですね。どういうものなのかなというのも全く覚えてないです。ただ、この視点いろいろ下に行けば行くほど、新しい記事の場合は、古い、投稿欄は新しいタブで開いても、投稿時間が2011年5月25日になってしまうのです。それはちょっと意味わかんない。